アイダのこの援軍が続々と押し寄せている。ひとまずここを離れよう。シャリー、大丈夫か？私、夢を見てたみたい。夢でいろんなものを見た。でも、記憶がだんだん曖昧になって、ホール、広いホールが見えた。その真ん中に、機械が置いてあった。それから、知らない人の声がした。たくさんの人の声。私が機械に近づくと、その声が頭の中に響いた。その人たちは私に、ダメ、もう思い出せない。シャーリーの言っているその機械が愛で、アイダの子が強奪したタイムエンジンの可能性が非常にたたた高いです。わからない。奴らがタイムエンジンをまだ起動していないことを願うまでだ。時間がない。あれこれ考えるより先に手分けして行動しよう。この辺りにアイダの子の重要なアジトが2カ所ある。本部のエンリル要塞と奴らの武器庫だ。俺はシャーリーと一緒にエンリル要塞を調べる。そこにサーガが隠れている可能性が高い。武器庫の方はお前に任せる。サーガがタイムリバースを起こす前にタイムエンジンを破壊すれば、失敗すればもう後はない。サーガ本人を探すの？最も困難で最も危険な挑戦になるだろう。要塞の警備は鉄壁だ。しかもサーガの身辺はラハミームたちが固めている。ハガードに応援を頼みましょう。ハガードか。その辺はお前に任せる。武器庫の位置情報は同期しておく。くれぐれも用心しろ。
相手はたった一人だ。かかれ！侵入者だ！排除しろ！フランツを頼む。こいつらは俺が相手をする。フランツ急げ。あと少し、1分待ってくれよ。サーガはタイムエンジンを持ったまま要塞の最下層に隠れている。アイダの子はすでに地下に通じる道を全て閉鎖した。このグリーンルームのエレベーターを使えば直接要塞の最下層に行ける。だがその前に制御室でエレベーターの動力を再起動させないと。サーガは俺たちの動きを読んでいるはずなのに、ここの防備は手薄だ。どうも妙だな。罠だとしても飛び込んでいくしかない。すまんな。もっとマシな方法で歓迎するつもりだったんじゃが。血迷ったのか。やめろ。ジーク、ハンクはお前を誇りに。お前に俺の父を語る資格はない。残念だが忘れてしまったようじゃな。お前の父親が何のために犠牲になったか。眠ってしまえば痛くないわ。
十分かね。その目でしかと見よ、世界の再生を。